皆様妻にございます。それではこたびも戦国最強の不死鳥始めてまいりましょう。よし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 。で、上限どこで取れとる？ハブ取れてんね。フェニックス行くか。手を打ちましょう。進め。この辺来てー。ね、今のちせ山とか突きたいよね。でもここで全滅させたらこの辺り一掃できるかな。今川がどこで動くか分かったもんじゃないっつうのが困るよね。あ、引いてる岡本隊のところ。マジで交渉いけんじゃないこれ。ほら、交渉出た。行きましょう。あ、交渉失敗やったかもしんないな。まあ、いっか。いや、これ、かなりいい展開じゃない？行きます。今川との攻撃切れる前に、はぁ、ちょっと待って。報告します。ちょっと待って。ご命令ください。手切れ？これは何？今の今のテロリンは何のテロリンなの？出奔か。よし、いや、まあとりあえず先手は取れたね。じゃあ改めて準決勝を乱立させていきましょう。と取ったこの辺だよね。この辺も大事でしょう、準決勝で。この辺り武将入れよう。ハブね、ハブに。あ、待てよ、その前にここ高屋って縄文いくつだ？ 3 か。高屋に近場からあと2人入れてしっかり縄文を固めよう。だ、筒井城とトーチから入れます、それぞれで。これで3人にすれば縄文しっかり固められるよね。だ、攻められた城はさ、こういう感じで対処していこう。だから砥石だね。砥石もここは縄文2つなので砥石にもう1人移動させます。ひとまずはこれでいいかな。で、岡本頼元どう動くかな。しかし向かってもなんかうまくいかない気がするから、これ1回引かせるか。で、この辺り多分準決勝レベル下がってっから上限取れるでしょ。そろそろ畠山動かす か勝山に行ってみよう。畠山だってめちゃくちゃ強いとは言い難いけど、そこそこの戦力あるからね。だからこの4体3万3000を動かします、勝山に。それでは待て、これぶつかってないか、この体。いざ参ろう。ぶつかってるよね。だから迂回して最下に向かいましょう。出陣するぞ。では、なんかあれ、よくわからんのかな。まあ行きましょう。敵が我が領内に向かっております。ミノワに来たか。ミノワは縄文いくつだ？2。2人やってるか問題なしと。よしよし。さあ、のちせ山取り付き。ここで36日、36日はどうなんだ。さあ、お、西賀茂一武田にいるのか、恐ろしい。今どっち勝ったかちゃんと見なかったな。さあ、信長来ましたね。あ、よし、3人入ってる。縄文しっかり固めたね。頑張れみんな。100日耐えてくれ、100日。100日後に落ちる高屋城。バズりそう。ひとまずは、狙い通りと言っていいのかな。この準決勝に小出しにしてる部隊がちょっと、微妙な感じあるけど、この隊は何なんだ？三木か。これ、ミキ、入ったら出してみようか。我が領内に敵が迫っ、あー、金ヶ崎で来ましたか。いや、でも、この隊は、これがぶつかるから大丈夫なんじゃないの？それとも、スルッて抜けてくんのかね。まあ、ちょっと様子見だね。さあ、あれ？こうやって、準決勝破壊部隊来たんだけど、まさかこっちに来るとは思わなかったな。破壊させねえぞと。そういうこと？そうなん。さあ、国見で取り付き。取り付き？嘘？鹿之助とかとぶつかるんじゃないのか、ここで。引いたか。でもなんか来てんね。北条高広、これ、辻ヶ崎と中野かな？そうだね、高藤か。なるほど。小畑隊がさ、睨み聞かせてっから、富士吉田から軍が出てないんだね。
まあそれはそれでいいか。どこに行くべきだ、どこに行くべきなのか、まだちょっと、あー引いたな、ここにいた軍。ちょっとすっごい色の絡まり合ってね、立部山取り付き強行ですぐかな。19日すぐ承知だね、立部山は。これこのままいけんのかな、三好ね。さあ、あーするりと抜けた金ヶ崎。あでも一人入ってっからとりあえず大丈夫か。さあ勝頼と島津義久、島津強くね、めちゃくちゃ強いね。これいけちゃうのかな、このまま。まさかいけそうな感じしない。さあ天球と島津義久、まあ島津でしょう。そうだよね、島津強えな。さあ勝山取り付き、取り付きかい。水攻め59日やってみっか。おい、寝返るな、今寝返るとこじゃないだろ、金ヶ崎に来た。まあ、これはこのまま牢城で。もう本丸まで一気に行かれちゃうよな。まあ、しょうがないか。ここ上限いくつ ?28000 か。行ってもいいような気もするけど。いや、待てよ。こうじゃないか?ねえ、そうでしょ。4体、4万で持って、一条谷行きます。これ相当苦しいと思うよ、この動きは。石川一馬好きやんな。石川一馬どっから出てんだ。今が若いお前ら全員。そうなのか。小諸行きたいな。こういう状況なら。この3体1万5000を、ひとまず小諸に浮かしてみます。これ、相手方も結構部隊数浮かしてっから、苦しいとは思うんだよね。さあ、美濃輪に来ましたね。まあ、ここも牢城で。まあ、しばらく持つと思うんだよな、ここも。で、気になるのは、三好義継よ。あー、兵戻ったね。じゃあ、手取りに向かってみるか。前進せよ。どうなるかな。兵糧はまだ十分あるね。今川義元、頼む、おとなしくしててくれ。義元さん。なんなら親善。できねー。そろそろ島津と講義を結べても良さそうだけどね、長宗我部とさ。まだ遠いのか。じゃあまた準決勝を整えて進めていきましょうか。さあ砥石に来た。まあここは牢城で。小諸いけるかな、いけそうな感じするんだよな、このまんま。さあ落ちたのは後地戦は、よし、我が軍略。さあ捕縛でドン。大西、格陽でいいのかなこれ。法名かな。見事に能力低いね。いらっしゃいませ。で、フェニックスなんですが、三つ機体にぶつかるか、攻める方向で行くか。弓木、行ってみよう。進め。三つ機はもう、いや、ほったらかしとかもうこのまんま。なんか動いてんな。小西行きなが2万7000。いるねー。あ、ここでしょ。ここも悪くはないけどね。8700、4700よりも。あー、どっこいどっこいかな。じゃあ、こう動いてみっか。前進せよ。で、頼むぞ、これ。これ勝てると、これ全滅までいけると、相当でかいよね。どういう感じ、舞台は。あー、微妙ー、これ。微妙だな。兵が散らかってんね、意外と。そうか。なるほど。まあ、頑張ろう。兵力は倍あるからね。なんとかなるとは思うけど。さて、立て目は貫く。俺らの勝ちよ。いいね。勝ち時をあげよ。さあ、おバックで。ドン。おお、いっぱい。おじが京女。槍男女。え、すげえのいっぱい取られてんだけど。すげえのいっぱい取られてるのはいいんだけど。決して来ないんだけどね。豊王できた。あ、畑の宗隆。お前弱いな。見どころありそうだね。じゃあ、宗隆のみを逃し、あ、なるほど。病を得てんのか。じゃあ、これ、全員、首切るだね。なるほど。もったいない。深く。まあ、しょうがないね。さて、で、服部隊なんですが、行くぞ。これ隅、武田。行ってみるか、武田。進め。この辺から出てきそうだね。三木姫路あたりからね。これ、あれ?どこ行ったこれ。出てないんだけど。引っ込んだのかな。
ねえ、あ、なんだろう、行くぞ。でもなんか行くとぶつかりそうな気するんだけどな。前進せよ。最後まで27,000か。行くぞ。やばい、とりあえず手取りのままでいいや。前進せよ。なんかちょっと状況がいまいちつかめないけど、出たけど引っ込んでっていう感じなのかね、よくわからん。さあ国峰に来た。まあ全軍展開させて揺るがずでしょ、ここ揺るがず揺るがず。でも秋山信友45,000全滅させよう。ここ殲滅取れりゃ相当でかいよ。ちょっとでも倍の兵力はひっくり返りかねないかな、武田相手だと。だからそこは気をつけながら戦っていこう。よし、とりあえず勝った、とりあえず勝ったけど、本当に勝っただけだな。ただいやー、壊滅した部隊数多すぎる、これじゃあ。皆の者、大義であった。被害でかすぎるな。まあまあ、捕獲でドン。脇坂暗示。首をいただきましょう。おさらば。ところで。で、どうだこれ、城。ああ、包囲はできてるか、よかった。で、ただ、今の勝利でもって、この辺の兵随分減ったでしょ。だ小畑隊がここで、富士吉田向かおう。出陣せよ。この辺つきたいけどね。つけるかな。つけそうだな。つこう。ちょ、ずいぶん兵力にばらつきあるけど、ま、この39,000を動かします。出陣するぞ。で、準決勝のどうだ？あと2。あと1。この準決勝崩したいね。それとも今、不可視攻めるべきなのかな。なんかそんな気がするぞ。攻めよう。いるか兵。微妙これ。松倉沼田か。日数かかりすぎだねこれじゃあね。木曽福島って縄文は12か。2か。2ならばこれでいけないか。いけるよね。高原諏訪と松倉でね。じゃあこの2条22,400を木曽福島に向けます。竹だるだいぶ縮んできたね。さあなんか引っ込んだな。準決勝壊れた。千葉が引く。さあ富士吉田取り付き。ここは方位90日。打って出てきそう。武田城取り付き。うわかかるな。とりあえず方位かな。ここは離れなきゃダメだね。武田は縄文に対して部隊数が、あ、そんなことないな。包囲できてるのか、そうか。いや、強行しよう。で、集まってる。行くぞ。ならばこう。前進せよ。引っ込んだ。征夷大将軍になったんだけど、フェニックス。織田幕府。まさかの織田幕府。行くぞ。じゃあ、いや、なあ、これ、どうしようもなかったな、これ。ニッチもサッチもいかなかった。行くぞ。こうしよう。我に続け。で、岡部隊に落とされそうだな。これ今から行って間に合うのかな。間に合わなそうだな。もう落とされてこの辺りでもってスイッて行くか。だから清水山の部隊を返したい。犬飼い隊か。フェニックス引くか。引こう。これどうなるかな。さあ水攻めが入る。ただなんか動いてたね今ね。なんということか。あー落とされたか。お味方が捕らえられました。くだるな。お味方が討ち死に処断された。そうか。いやよく頑張ったよ。いや本当によく頑張った。して信長がどう動くかだな。ただすぐに高谷を取り返す準備はできてなくもない。これどう出るかね。で服部隊は、いや弓木取りたいな。2機攻められないか。弓木は縄文は2か。出るか。服部隊をここに向けてもよかったかもしれないね。そうしようか。どうせ落ちないんだったらこう動こう。出陣するぞ。何これ信長どうなっとる。行方分からず頑張ろう。これはでもいやー完全に上限取られてる。え、分からず、分かってないこれ。分かってますよね。今力を合わせ頼む。三好を先にやってくれ。激レースな。ああくそ、二舞台持ってかれたか。まあしょうがない。
いや、これ武将減らなきゃいいけど、どうかな。頼む。殺さないで。撃たないで。あ、よしよし、大丈夫だ。で、高い城離れたね、信長ね。愚か者めが。この100の兵でもって、兵器神速。皆の者、帰ってくんなよ、頼むから。あー、入っちゃうかな、これ。頼む、入らないでくれ。で、金ヶ崎が、風前の灯火。ただ、この辺り押せると思うんだよな。成田隊が木曽福島に動いてるけど、何これ。信長がそうか言ってるってだけど、まあ来さすときゃいいか、とりあえずこれは。で、1万6000が2万9800に向かってる。まあ大丈夫と信じよう。で、国峰は落ちてる。よし。で、小諸は多分落ちるね、このままね。強行で、まだ取り付いていないのか。ちょっと戻れなかったんだけど、これで戻れる。あ、戻れてよかったよかった。城に閉じ込められたと思った今。よし、じゃあまあ準決勝の発展をしていこう。それでは進めていきます。さあ、小諸取り付きすぐでしょ、ここ。いや、全然すぐじゃないんだが、強行59日。いやー、そんなにかかる。全然兵いないんだけどね。で、信長は順調に向こう向かってるよね。ここは多分取れると思う。いや、来んな来んな来んな、信じる。かかれ。よし、打って出るなよ。なんで入ってるんだよ、クソが。あ、あ、こっちを取った。こっちはもらったぞ。そうなのか。じゃあ岡本隊が朝倉山、蘇我山。ああ、どうしよう。いや、朝倉山から行くか。ここはちょっと少しずつ行こう。いや、まさか入ってる上に間に合うとは思わなかったな。ね、誤算も誤算、大誤算よ。じゃあ進めていきましょうか。口惜しきことだ。あー、取られたか。まあ、しょうがない。これでも、これどうすんだろう、石川一馬さんの対応。この後口惜しきこと。金が先も落ちた。お味方が討ち死にしました。あ、討ち死に昇段されたか。武将の頭数減らすぐのやめてほしいな。国見ね、落ちた。よし、勝ち時を上げろ。落ちる城あれば落とす城あり、まさに諸行無常。よし、行くぜ。じゃあ上原進んでいこうか。美濃はどうなん。4万か。いや、もう美濃はもで、これん無理だろ、これぶつかれないね。引こう。石川一正がどう動くのかっていうのを見てみたいな。何これ。あ、関東地方と一緒。ありがとうございます。あ、そっか、フェニックスは関東地方の大名だからこうなるのか。何を今更。はい、もうそんな眼中にないんだが、方位で68日。武田兵糧きついのか、朝倉山取り付き。そうだね、なんか兵糧きつそうにしてるね。まあ、島津とも戦ってるからっつうのは間違いなくあるんだろうな。金ヶ崎行こう。速攻で取り返したい。さっき高谷城で盛大に失敗したけどね。前進せよ。ね、高谷城取り返せなかったの痛いなと。あ、よし、偉い、マジで偉い。それは三河対500が砥石に向かう。まあ、すぐに取り返せるよね、ここね。兵引いたのマジでありがたいね、これ。ありがとう、ありがとう。で、ここか、真田信忠12000。いや、上限きっちいな、ここ無理だね。行こうか。成田隊引かせるか。引くときそうな気すんだよな、この辺りに。行きましょう。落ちた。よしよし、すぐ取り返したね。で、三川隊が入城しちゃおう。で、小諸が城門3。改めて出るか。じゃ、3対1万6000を、あー、木山信友来てんのか。これ多分武田もだいぶ兵いないね。ということはだよ、もうちょい動かしてしまえばいいんじゃか。でっかく4万。そしたら、手も足も出なくなるよね。で、これをやると多分、不可市場とかが、可能性として出てくるんじゃないかな。ここはどうなっとるんだ。
22,845 がここに来てて、19,900 がこっちに来てる。どっちも兵力差あるからなんとかなるような気はするんだけど、気がするだけのような気がすんな。さあ、勝山城に来た。全軍を展開させて、わからずなのか。いや、兵力差あるでしょ、ここ。わからない。はい、わかってた。決して負けはせよ。どうぜ、弓木取り付け。方位で、80か。ね、方位が、金ヶ崎陥落。取り返したね。よしよし。まあ、絶対来てるよね。ただ、こうしたらどうなる？なあ、別所さんよ。おめえんとこのお膝元、いただくぜ。4対3万。動きましょう。三木城。さあ、どうする？別所。三木城取られるのはきついんじゃないか、心情的に。で、市議さんに、又兵衛殿か。相川の兄貴。で、犬飼隊は入場してしまおう。で、小林義道、まだ準決勝明かしてるのか。宇治勝は明かしたね。よっしゃ、宇治勝は騎乗しよう。お疲れ。ずいぶんかかったな、しかし。いや、国峰取ったのでかいな。頑固一徹が完全孤立だもんね。で、取ってどうなるかだよね、頑固一徹が。まあ、引くようだったらまた沼ったからピッて浮かして取ってしまえばいいよね。さあ、はぁー、ふざけんな。ふざけんな、あいつ。はっとりとかいうやつ見たら殺す。騎乗しよう。来そうだな、これ。さあ、勝山城陥落。やったぜ。さて、青戸隊。行くぞ。ソマ山はきついよな。郡上8万も上限は無効。長浜城小谷か。出陣するぞ。今川領と接したね、ついにね、こっちもね。だ、武田すごく押してんのよね、今東側はね、特に。もう願えんな、お前ら。さあ、又兵衛が来た。まあ、籠城で。まあ、しばらく持つでしょう。さあ、筒井ヶ崎館、取り付け。方位で。水攻め。とりあえず方位。これ、来てたもんね、だって敵の部隊がね。で、筒井ヶ崎館、やっぱ来てるよね。来てるね。24,800 集まってる。あー、きついんだな。なんか、でも、部隊数が、4動かしてるに対して、向こう3しか動いてないから、どっかで無理が出るよね。っていうかさ、今こそ、木曽福島じゃね？改めて。で、2対2万3000を、木曽福島に動かそう。出陣しよう。いや、今川来そうだな、これね。今川の援軍が。で、戦意ちょっと落っこってるんで、あ、大義名分打てないか。そうか。じゃあ、このまま行きますか。また、フェニックス、どっか動かしたいな。で、来てるね、三木ね。これ、弓木、これ、隅つきたいよな。兵が集まりきる前にね。これ、はゆか隊、睨み合いにして、騎乗させよう。八神、ハブ、騎乗。この二部隊が持ってくるよね。そしたらそこで持ってまた弓木を突こう。待機せよ。さあ、うわ、来やがった。助太刀いたす。来やがったよ、今川。今川さん。さすがにまだ無理か。ちょっと進めれば講和できるよね。ちょっと進めて。来た。逃げ団長が。どうだ？信じる。おお、勝った。消え失せい。正直バカな真似をしたかなと思ったけど、いや、信じてみるもんだ。これからは信じる率が続きそうですね。じゃあ僕は今川も信じます。おい、こうはしようや、今川さん。ちょっとマジで多すぎでは。17万はダメだろ。いや、待ってよ、山品だな。吉本、覚悟してけ、お前。征夷大将軍、フェニックス小田に盾ついたことをな、後悔してさせてやるよ。じゃあ、ここに4万3000で持って、
動きます。17万はダメだろ。しかしここがお前の桶狭間だよ。さあということで、ついに織田幕府を開くこととなりました。でここまで武田戦に関してはなかなか順調かと思いますが、果たして今川との戦がどうなるかというところですよね。といったところで今宵はここまでにいたしとうございまする。この動画楽しんでいただけましたら高評価チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。